ショーは新生物でもワハックンより一凸がおすすめですか。あー、いい質問ですね。確かに確かに、ワハックン引きに行った方がいいかっていうのは武器の抱き合わせを見てねって話したじゃないですかねー。とこれ、あ、これはあれだ、時の光さんが作ったやつで、ね、画像が違う、待ってね、こっちかな、 1.3 の、違う、2.7、 え、次 2.7 だね。 2.7 の 前半がイェランとショーの復刻で、後半が新滝です。で、もう多分ね、復刻するガチャ、武器がね、読める、新武器出るじゃないですか。新武器が確かこの弓矢、弱水、うん、強いか弱いかに関しては分かんないけど、どうせ強いっす。まあ原神の弓矢って割とインフレしてる武器種なんで、これが、この弱水が中途半端な武器だったら多分引かれなくなっちゃうから、まあ、言うて強い武器だと思う。どんぐらい強いかは分からんけど。まあ、中の上ぐらい。まあ、性能的に、まあ、天空の翼よりはさすがに強いと思うし、タルタリアの東極の剥製は、東極の剥製より上で、星5武器全部持ってるんだよね、私。星5の弓矢武器全部持ってるけど、まあ、どれも優秀なんですよ、弓矢って。平井の名言超強い。東極の剥製はちょっと微妙だけどな、もう。終焉弓超強い。アモス、カウンだけにはあって、まあ超強い。いや、天空の翼も、まあ無難に強い。合わないキャラはいないね、アタッカーにするんだったら。でも、まあどれも優秀で、弱水を強いて引くんだったら、まあ、そこそこの性能は保証されてると見ていいでしょ。考えたら、まあ、弱水と和白炎の抱き合わせのガチャは当たりだと思う。うん。だから、聞いていいんじゃね？武器ガチャ。ショー、まして星4槍しか持ってない人が、和白炎引きに行くのはありかな。まあ、弱水来ちゃったとしても、弱水が当たりだったらね、全然いいからね。わかんない。ショーの一凸と和白炎、どっちが優先かって話は。まあ、基本的に一凸の方がいいかなとは思ってるんだけど、なんかガチャの抱き合わせが悪くなさそうだから、武器ガチャ挑戦してもいいかもしれない。うん、ちょっと弱水の性能次第かも。多分強い。